リオ・アビセオ国立公園はペルーのサンマルティン県にある国立公園であり、1990年にユネスコの世界遺産に登録された。当初は自然遺産で、1992年に文化的側面も評価され複合遺産になった。公園内には非常に数多くの動植物が生息していると同時に、30以上のアメリカ先住民の遺跡が存在している。 1986年以降は、生態系と遺跡の両面の脆弱性に配慮して、観光客には開放されていない。この国立公園は、マラニョン川とアジャガ川に挟まれたサンマルティン地方に位置し、およそアビセオ川流域の70%をカバーする、形でに745.2平方キロメートルの面積を持っている。海抜標高は350メートルから4200。 メートルである。公園内は少なくとも7つの気候帯に分かれ、年平均降水量は場所によって、約500ミリメートルから約2000ミリメートルである。植生は、産地性森林、産地性タウリン、熱帯鉱山性森林、高地アンデスの草原帯、乾燥した森林帯などを含んでいるが、公園内のほとんどを構成しているのは、高高度のタウリンの一種である産地性ウンムリンであり、これは、 低木や地衣類などで構成されている。この生態系はおよそ標高2300メートル以上の場所に見られる。工場的に高湿度で1年を通して幸雨に恵まれているが、標高の高い場所では取り分けそうである。土壌は酸性である。公園内の高地では980種の植物が記録されており、そのうち13種が固有種である。 公園全体では五千種の植物が生息している。トキーロコンドルかつて絶滅したと思われていた。ヘンディウーリーモンキーがこの公園内に生息していることが確認されており、この地方の固有種のようである。この地方が1983年に国立公園になり、1990年に世界遺産に登録された大きな理由の一つは、この猿の絶滅が危惧されていることによる。 この公園で見られる、他の動物には、以下のものがいる。リオ・アビセオ国立公園内に残る遺跡のうち、最大で、かつ最もよく知られているものは、チャチャポヤス文化の遺跡であるグランパハテンである。この遺跡は、サンマルティン地方の境界線に近い丘の頂上にある。そのそばには、一連の断崖の石母群であるロス、ピンチュドス遺跡がある。リオ・アビセオでの考古学的な調査のほとんどは、 コロラド大学の主導で行われている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。